おめでとうございます。ありがとうございます。率直に改めてやりますが、優勝者気持ち、その瞬間というのはどんな思いでしたか、マンブル。そうですね、まあ今回は3点っていう余裕があったので、むしろもう立ち上がりというか、そのイニングの頭からかなり意識して投げていた感じがありました。はい、あの最初のバッターになんか意識しすぎて慎重になりすぎて、あのカンって打たれちゃったので、逆になんか吹っ切れてよかったなって思えたし、まあ、もちろん大工がファインプレーで取ってくれたので、まああの後続は安心して投げれたなっていう感覚はあります。まあ、やっぱり3連覇っていう一つの山をずっとブルータスの時代から一つのこう大きな壁としてあれしてたので、まあ、今回達成できて、またこう自分自身も一つの大きな山、一山越えれたかなっていう感度もやっぱりありますし、はい、まあ、今年は本当にうちのチームは強かったなって、中にいても外から見ても感じるシーズンだったのかなと思います。あの昨日お話を伺ったときに、自分のピッチングに関して気持ち悪かったというお話があったと思うんですけれども、はい、今日はあの初回から多分ブルペンでピッチングされたと思うんですけれども、はい、なんか自分の中での意識っていうのは、そうですね、まあ、初回から入ったのは、まあ、浜が連投になってるなるので、まあ、あの初回からどういう状況になってもいけるようにっていう思いで初回から入っていたのと、まあ、実際マウンドに上がった監督としては、まあ、昨日の反省をしっかり生かして上がれたなって、今日はなんか納得のいくピッチングができた、昨日のなんかこう不甲斐なさを払拭できるピッチングができたんじゃないのかなと思います。一番ご自身の中で、あの変えられたというか、昨日と今日で一番どんなところが一番、まあ簡単に言ったら力まない、うんうん、なんだろう、シナリオを上手に使って投げるというか、そういう感覚をうまく取り入れられたという感じです、はい。まあ、いつもそういうイメージを持っているので、まあ、今回だけ特別にそういうことをしたわけではないんですけど、それを、ね、昨日はやっぱ全然できなかったし、どっちかというとこう力で投げてる感じが強かったんですけど、今日は何だろう、昨日の反省をうまくいかせたなっていう感じですね、はい。あの今年もオリンピックもあって激動の1年だったと思うんですけれども、今率直に振り返っていただいて、どんな1年でしたか。いや本当濃い1年でしたね、はい。あのもういろいろありすぎて本当に疲れました良くも悪くもその中で、まあ13年ぶりに金メダルも取って、リーグ戦も優勝できてっていう中で、チームの成長っていうものを、まあ、全日本もそうなんですけれども、高崎でも、上野投手自身感じてる部分があるかなと思うんですけども、どういうところですか。そうですね、まあ、やっぱり若い世代のピッチャー、こっちでいうと浜村もそうですし、全日本に行ったら後藤もそうですし、やっぱりこう、なんだろう、こういい意味でバトンタッチできる、世代交代できる、こう兆しが見えてきたなっていうのは、私自身にとってもかなり嬉しい手応えがありますね。うちのチームに関しては、まあ、もちろんね、ベテラン選手が多いので、あの安定感はあるんですけど、いろんな意味で若い選手を起用しながらしっかり攻めたところだったり、そういった意味ではチームの中の強さも感じたし、また若手の成長をしっかりと手応えとして感じて、これで1年だったのか、特に後半戦からはそういう試合ができてすごく良かったなと思いますね。あのちょっと昨日もお伺いしたんですけれども、オリンピック無観客で、昨日にマスターファンの方が上野投手のピッチングの姿を、大歓声を送ってくれてたと思うんですけれども、その声というのを改めていかがでしたか。そうですね、今日はもう本当に試合前から今日はいっぱい入ってるねっていう話をしながら試合ができるぐらい、あのもちろん嬉しかったし、たくさんお客さんが入ってくれてることを目の当たりにしながらプレーできてたし、
やっぱりね、昨日と同様、やっぱりマウンドに上がる時の声援をやっぱり受けることがこんなに嬉しいな、嬉しいことなんだなって改めて感じれて、本当にね、なんだろう、いろんな意味で来年につながる試合だったんじゃないのかなと。来年からはそういう不安もなく、また試合をやっぱり展開していきたいなっていう思いだったり、展開していけるんじゃないかなっていう安堵感だったり、いろんな思いがある、あの最後のトーナメントじゃないかなと思います。まあ、今年のその思いって経験とか、いろんなものが激動の1年の分を来年に向けてまた新たに作り始める新リーグだと思うんですけれども、ソフトボールの普及に関して上野投手はすごいいろいろお話されてますけれども、子どもたちファンに向けてっていうのを改めて一言お伺いできますか。そうですね、まあ新リーグがどういうふうにこう広がっていくのか、どうやって受け取られていくのかっていうのは、もう正直やってみなきゃ分かんないし、自分たちもどうなっていくのか分かんないけれども、やっぱりこういろんな意味で新しい一歩を踏み出すというこの勇気をしっかりみんなが受け止めていかなければいけないと思うし、やっぱり背中を押してほしいっていう思いと、自分たちもしっかり地面に足をつけて踏み進んでいかなければいけない思いだったり、本当にお互いが協力してソフトボール界を盛り上げていかなければいけない。やっぱりあの北京オリンピック終わって、やっぱり同じようにソフトボール除外されて、あの閑散とした時期を知ってるだけに、これがどのくらいのきっかけになって、どのくらい持ちこたえられるのかだったり、やっぱりいろんな不安もあるし、じゃあ新リーグになったからどのくらい注目してもらえるのかだったり、いろんな不安は正直拭えないし、そのオリンピック勝負じゃなくなるという事実をどれだけ自分たちが受け止めて前に進んでいけるかっていうのは、やっぱり大きなことだと思うので、そういった意味では強くなければいけない全日本チームでもあると思うし、オリンピック種目でなくても注目してもらえる、やっぱり何かをしっかり自分たちで作っていかなければいけないと思うので、いろんな意味で本当にこうゼロからのスタートだけれども、ゼロからのスタートにしない、やっぱりその魅力をしっかり伝えていけるような、まあ、来シーズンに、もちろんね、来シーズンだけじゃなくて再来年、2年後3年後は本当に自分たちにとっては大きな転機だと思うので、そのやっぱり北京の時の反省も生かせながら、またそのメディアだったりいろんなところに、いろんなところからやっぱり離れられないように、いろいろ工夫しながら取り組んでいかなければいけないのかなと思います。ありがとうございます。代表からは以上になります。他会場の皆様いかがでしょうか。コースコースの宮下です。はい、ありがとうございます。昨日はちょっと現実と自分のご自身のイメージと感覚が違いすぎたっておっしゃってましたけど、まあ、いいイメージで入ってそういう風になって、で、まあ、その反省を使って今日はどういうイメージで大一番に臨みますか。そうですね、昨日は、まあ、もう投げてる感覚がもう何だろう、ただただギャップがありすぎて気持ち悪かったっていう感じだったんですけど、逆にそれがあったからこそ今日は本当にさらにこう新しいイメージというか、とにかく力まないことだったり、ボールを投げるということに集中することだったり、なんかそのフォームだったりいろんなことにとらわれずに、あのアップの時から工夫してやれたことが、まあ、いい形でハマってくれたと思うし、いい手応えを感じれてマウンドに上がることができたと思うので、そういった意味では今日は本当に昨日と打って変わって内容としては上出来だったんじゃないのかな、昨日の反省を本当に生かしたマウンドになったんじゃないのかなと思います。
かでしょうか。私はオリンピックの1年ということでしたが、まずオリンピックの始まり、そして、このリーグの最後の決勝戦、そして優勝を決められた試合というのはこちらの福島市の東球場という球場で行われました。上野選手にとって東球場はどのような球場になりましたか。そうですね、もうやっぱりこれだけ思い入れの深い球場はないんじゃないかって思うぐらい、今年1年でかなりインパクトの強い球場になったんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。非常にいつもなく先生ともお疲れ様です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと数えてこれなかったんですけど、上野さんにとって10回目ぐらいのリーグ優勝になるんですけど、その優勝という出来事が自身のプレーモチベーション、原動力になるような、特に今回の優勝が、どう、自分にプラスになっていくか、今感じていることを教えてください。そうですね、なんだろう、嬉しいことなのかどうなのかわかんないんですけど、こんなに優勝慣れしてる監督はないかなって思います。むしろ優勝する前の方がプレッシャーに押しつぶされそうなぐらい勝つことしか考えられないし、だけど優勝してしまえば、あ、やっぱりうちが勝つんだなっていう、なんかこうそういう自信だったり、なんかこうそういうチームメイトの頼もしさだったり、いろんなものを改めて実感できるし、まあ、本当にありがたい話なんですけど、なんか、まあ、どういう表現をしていいのかちょっとわかんないんですけど、優勝慣れしすぎて優勝したことに対する感情は正直あんまりないですすみません。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。時間の関係、残り3問させていただきます。NHK の沼田です。おめでとうございます。来年新リーグで上野投手の姿を見れるのを楽しみにしている方もたくさんいると思うんですけれども、新リーグでどんなピッチングを、どんな姿を見せたいとお考えですか。まあ正直やることは変わらないですし、自分のプレースタイルはそんなに大きく変わらないと思うので、まあ本当に、まあ正直年相応のピッチングになると思います。はい。いかがでしょうか。大谷投手の秋野です。またおめでとうございます。この前回決勝トーナメントが始まる前の練習後のオンライン会見で、ちょっと球種のこととかにも話されてたと思うんですけれども、終わったのでちょっとお話できる範囲で、この球種、どんな球で、まあ、どれぐらいこう投球の幅が広がって、はい、まあ、新球種じゃないとおっしゃってましたけども、はい、それがどれぐらいつながって、で最後に投じた球は何だったのかっていうのを合わせて教えて、お答えできる範囲で教えていただきます。はい、そうですね、今回特にトーナメント前に念入りに練習してきたボールはドロップだったんですけど、まあ、ちょっと後半あんまり自分のイメージ通りに決めれてなかったので、トーナメントは逆にそのボールを中心に使ってやろうっていう思いもちょっと自分の中にあって、かなり念入りに練習してきたんですけど、まあなんだろう、ざっくり今回は一球もないかなですまあそれはまあ
赤妻のせいです赤妻が一球も出してくれませんでしたというか、まあ、なんて言うんだろう、こう なんて言うんだろう、まあ、相手ありきなのでそういうのもあると思うし、あとやっぱりそのストレートの調子が良かったのと、ドロップを使わなくても抑えれる球種が今回は結構あったので、まあ、ちょっとトヨタのバッターもかなり下系のボールを意識してバットを打ってきたので、そういったその、ね、対戦して実際マウンドに上がってグラウンドに出て感じるものがあったからこそ、なんかあんなに練習してきたのに使わなかったよなっていうなんかそういう結果だったんですけども、あ、なんかちょっとそういうオチですすみません最後の球種は最後はストレートですね。特に厚みに対しての3球は全部ストレートです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。最後はもう新日本新聞の関です。おめでとうございます。決勝なんですけど、決勝点を放った藤田選手に関して伺いたいんですけども、はい、藤田選手が加入してみて彼のいろんな苦労とか苦悩というのをぜひ目にされてきて、いろんなアドバイスも送られてきたと思います。その彼女のこの1年間の成長ぶりを踏まえた上で、今日の決勝の一打というのをどういうふうに捉え、どういうふうに見てらっしゃったかというのを教えてください。そうですね、まあ、やっぱり大和は自分が投げてる時にやっぱり打ってくれるなっていう、まあ、あの時の一打で改めてそうやって思ったし、やっぱりね、鳴り物入りで移籍してきて、彼女自身もやっぱりすごく結果を求めた1年だったと思うし、その中で前半なかなか結果、打つ方も投げる方も結果がなかなか出なくて、かなり彼女なりにこう気負ってる部分というか、かなりこう悩んでるというか、やっぱりいろんな意味でやっぱりそのいろんなプレッシャーを感じてるだろうなっていうのは近くにいた方で感じたし、ただやっぱりうちのチームとしてやっぱり戦力として彼女を取ったわけで、こういろんな意味でなんかのびのびもう思うようにバット振ればいいし、自分のボール信じてボール投げればいいんだよっていう、なんかこうそういう思いで接してきたし、やっぱ優勝したことなくて日本リーグでやっぱり優勝したい、そういう思いでうちのチームに来てくれたからこそ、自分たちも大和に優勝してもらいたい、優勝すればいい、なんかそういう思いでやっぱり今年は戦っていたので、最後こうして優勝することができて、しかも大和の一打で優勝できたことは本当に自分らにとってもすごく嬉しかったし、大和も本当になんだろういろんな意味でうちのチームの一員にこうなれたっていう、なんかこうそういうホッとするなんかこう安堵感もあったんじゃないのかなって思います。はい、本当になんだろう、やっぱりうちのチームにとって必要な存在、大事な戦力なので、こう気負わず頑張ってほしいなってまあいつも思ってますけどね、そういった意味ではやっぱり頼もしい後輩ですよね。はい、全日本総合でも楽しみにしてます。はい、頑張ります。ありがとうございます。それでは以上で会見終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。